兄ちゃん、ロクタを寝かしつけてたんだ。大騒ぎするから。お父さんが死んじゃって寂しいのよね。行ってらっしゃい。鬼になんかなるな。しっかりするんだ。頑張れ頑張れ。ねずこ？あれ？ねずこ？いない。いた。俺が背負っていくから。入る。ここにカゴ。あ、はみ出るな。ねずこ、お前大人の女の人くらいに大きくなっただろう。あれと逆に小さくなれないか。小さく、ねずこ。あ、おお、えらいえらい、いい子だねずこ、すごいぞ。ねずこ、ねずこ。ねずこ、また着物を直してるのか。買わないとダメだな、新しいの。いいよいいよ、大丈夫。この着物気に入ってるの。それよりも下の子たちにもっとたくさん食べさせてあげてよ。お堂にいた鬼にはびっくりしたな。まさか頭から腕が生えるなんて。うろこ滝さんにも認めてもらえたし、兄ちゃんこれから頑張るからな。晩飯は肉じゃがとおでん、どっちがいい？判断が遅い。おでんにします。それからねずこが目覚めなくなって半年経つ。でも眠り続けるのはおかしい。朝起きたらコトンと死んでしまっているんじゃないか。そう考えない日はない。うんうんうん、自分でもびっくりだ。あんな大岩を切れるなんて。これもサビトとマコモのおかげだよ。二人には感謝しなきゃな。うん。ああ、ねずこ。それと、これを。昼間妹を背負う箱だ。非常に軽い切り雲杉という木で作った。ねずこ、この中に入ってくれ。できるか。みなもぎり。どうだねずこ、兄ちゃんかっこいいだろう。え、サビトの方がかっこいい？ねずこ！そうだ、試験会場の周りには藤の花がたくさん咲いていて綺麗だったぞ。人間に戻ったら見に行こうな。
禰豆子、深追いするな。こっちへ戻れ。禰豆子、禰豆子、俺は下に行く。二人を守ってくれ。できるな。こいつに俺が二人ともやられた。禰豆子、寝てる。ごめん、ごめんな。もう少し待ってくれ。兄ちゃんがきっと人間に戻してやるからな。すみません。山かけうどんください。あ、あいよ。こんなところ初めて来た。人が多すぎる。山かけうどん一丁出来上がり。ありがとうございます。ついに鬼舞辻無惨を見つけた。こいつを倒せば禰豆子を人間に。うん、それにしても浅草の人たちはおしゃれな格好をしていたな。うん、すみません、もう一杯お願いします。食うのか。はい、食うんだな。食べます。よし、お前もだ。まずうどんを食べるならその竹を外せ。なんだその竹は。箸を持て、箸を。うどんお願いします。2杯お願いします。おう。それより、しかも仕込めだ。仕込め？禰豆子、仕込めのはずないだろう。よく見てみろこの顔立ちよ。街でも評判の美人だったぞ禰豆子は。行くぞ。いや、行くけれども仕込みは違うだろ絶対。あ、禰豆子、行儀悪いぞ。構いませんよ、楽にしてください。え、あなたがですか。でも、え、に200年。一つ誤解しないでほしいのですが、鬼を人に戻す方法はないことがあります。治療薬を作るためにはたくさんの鬼の血を調べる必要があります。あなたにお願いしたいことは2つ。禰豆子さんは今極めて稀で特殊な状態です。2年間眠り続けたとのお話でしたが、おそらくはその際に体が変化している。通常それほど長い間人の血肉や獣の肉を口にできなければ、まず間違いなく凶暴化します。禰豆子、それでもあなたはこの願いを聞いてくださいますか。それ以外に道がなければ俺はやります。珠代さんがたくさんの鬼の血を調べて薬を作ってくれるなら。わかりました。禰豆子、絶対に無茶をするなよ。禰豆子さん、すぐに血が止まらない。回復が遅い。この薬ですぐ足は治りますからね。お前、死なないからって不用意に出てくるな。なんだ何してんだ。来るぞ。脳の機能を低下させ
虚偽を述べたり秘密を守ることが不可能となる。すごい威力です、珠代様。禰豆子、朝を迎える前に光が届かないこの地下に移動しました。お、禰豆子。やめろ。大丈夫でしょうか。心配いりません、大丈夫です。多分二人のことを家族の誰かと思っているんです。やめろ。家族でも禰豆子はお二人を人間だと判断してます。だから守ろうとした。禰豆子、離れるんだ。失礼だから。ありがとう、禰豆子さん。行くよ、禰豆子。あ、そんなに急ぐなって。炭治郎。え、お前の妹は美人だよ。そんなことのために俺は変なイノシシに殴られ蹴られたのか。お前のような奴は粛清だよ、ダックス粛清。禰豆子ちゃん、禰豆子ちゃん、禰豆子ちゃん。善逸、いい加減にしないか。仲良くしよう、炭治郎。善逸、頼むからくっついてこないでくれ。そんなこと言うなよ、炭治郎。待ってってば。待って、禰豆子ちゃん。うわあ、なんだなんだ。待て待て、止まってくれ、猪之助。ねえ母さん。ん？父さんは体が弱いのに、どうしてあんな雪の中で長い間舞いを舞えるの？正しい呼吸ができるようになれば、炭治郎もずっと舞えるよ。寒さなんて平気になる。逃げろ、禰豆子。小さく子供になった。逃げるばかりで少しも攻撃してこない。どうして？考える必要はない。言われた通りに鬼を切るだけ。どうしたのかな。鬼の女の子はそっぽ向きました。え、はい、連れて行ってください。パンを食えるのも禁止だ。正直やめたい。だけどこれがあるからやめられない。それは服装テック。女の子をいくら眺めていても怒られないんだ、禰豆子ちゃん。禰豆子、山では俺を守ってくれてありがとう。
お前寝不足だもんな。兄ちゃんが必ず人間に戻してやるからな。